はい、どうも小太郎ですというわけなんですけどもね、はい、いや今日は7月13日の朝7時半かな、やっていこうかと思うんですけども、今日ですね、なんと記念すべき、事務所ですね、事務所の入居日となっておりますちょっとね、いろいろアルプスとか行ったりとか、東京行ったんかな、東京とか行ったりしてでね、事務所の入居日は今日になったんですけどもね、今日ですね、早速、事務所の方行ってね、Wi-Fi とかいろいろつけてですね、まあプリンターとかの引っ越しはまあちょうどいいかな、まあ後は遠いかな、家から1分なんでね、引っ越しはまあちょこちょこやっていったらいいかなというところですね。これでね、まあ事務所ちょっと中ね、入居日の時に中見てもらえたらと思いますんでね、結構引くと思え引かすなよな新事務所で引かすなよ話かもしれないですけども、ちょっと引くかもしれないんでちょっとまた見ていただけたらと思います。ではではでは、はい、今から新事務所に行きます。内見以来、はい、相変わらず狭い、引くぐらい狭い。これで終わりやな。あ、椅子でもちょっとええやん、改めて見たら。よいしょ、じゃあここでね、狭いな、私あの石も出し、なんか鍵とかいろいろあるんすよ。コンセント一つと、こっちにあるのか。椅子、これ、なんか良さそうやな、椅子。これでいいよ。ここに、ちょっと出荷台置きたいね。縦の。スタンドですか。コンセント結構豊富にあるね。ちょっとテンション上がりました。で、ここで、ハンガーでかけますね、なんか。いいじゃないですか。狭いな、これ。この圧迫した空間で、一応最低6ヶ月契約しなあかんのでね。ちょ、暑いわ。クーラーつけよう、とりあえず。除湿でええわ。除湿しましょう。ほんで、こんな感じか。これなんなん、これ電話。インターホンか。あ、なるほどね。一応あんねや。これ、ルームツアー、あ、本棚あります。謎の。観葉植物、これいらん、あった方がええんかな、気持ち緑の。ほんまマジで窓欲しかったんですよ。これ窓ちゃうんか、これ。窓めっちゃ欲しかったんですよ。窓ないんですよ、この部屋。光当たらんな、ほんま。とりあえず、まあ6ヶ月借りてみましょうか。これで仕事の効率が上がったらいいんですけど、でもまあまあ事務所なんでシャキッとしますよね。ちょっとシャキッとするわ。うん、でちょっとこれでね、シャキッとして、仕事しましょう。下でここにこうパソコン置いて、まあまあちょっとやってみましょうか。はあ、頑張るか。さっきまず Wi-Fi つけなきゃなっていうところでね、こんな感じで、初事務所のルームツアーも何もツアーないわ、ルームやっていうところで、終わりたいと思います。こんな感じで、ほな、さいなら。